ポケットモンスター SPECIAL SV 編後は感想すれ。やりとりがマジで面白いな。リズムに乗ってる人たち好き。王子ほとんど素人なのにかなりバトル校舎だな。ポケモン対戦の基礎はないけどそれ以外の要因を戦いに活かすのが上手くて面白い。メモがちゃんと待ってるのよい。口頭以外での指示はポケスペの伝統芸。ピーナがルールにうるさいの、スターダン3回戦の性格が出てる。本編だと DLC の、普通にやればいいだけなのにぐらいしか無神経発言なかったけど経歴踏まえると本来こういうこと口走っちゃうやつだよな。ネルケのフォローをペパーがしてるの新感覚すぎる。PC で手元隠れているのによく見抜いたな王子。腕の動きがあるにしても手前でバトルしてるから注意向きにくいだろうに。スピード強王子なかなか面白いな。あとピーナくんとても苦労人。悪いやじじいなもんで世の下り好き。ペパーとネルケのやりとり増えてるしポケスペの校長はペパーの後見人になりそう。開幕おねしょたで興奮しました。王子のバトルの実力がちょうどいいな。プロ並みではないけど初心者ってほど下手でもないし見ててイライラしない。才能はあるタイプだとは思うけど。ゲームの主人公がゲットしていたコインもこうやって徒歩くらいから半年で挫折が。そしてスカーレット側この感じだとサーフ号4再進行してくのかな。なんなら青の仮面、ゼロの秘宝、腐らずの桃にまで繋げられそう。AKA の意味をこの漫画で初めて知りました。単なる英語のオールソーノー、ヤズの略称なので本来なら意味だけ伝えるよりそっちも教えた方が。学習漫画じゃないから別にいいけど。ワイも正直わかってなかったので、へえ、そうだったんだ、ってなりました。ここのなるほどメモメモしてる校長、ネルケかわいい。ゲーム内でも、キモイとはどういう意味か聞いてきたり、若者の言葉に理解深めようとしてたしイメージ通りだわ。逆にペパーは意味知ってるんだ。ピーナがテントの中からこういう時なんて言うか決めたよねみたいなことよシーン好き。委員長、ネモが遊び終わるまで我慢ってやってるとこ好き。ネモはただのバトル好きではない、ってちゃんとしてくれてるの好きなお、じゃあ今度にしよう、とはならない塩梅。事前に録音してあるのもクソ真面目な委員長味あるなピーナ。スカーレットもなんか事情持ちっぽいな。バイオレットが金持ちキャラだし貧乏とか。剣盾の評判があれだったからちょっと不安だったけど、主人公以外のキャラ付けはゲーム準拠ながらちょっとアレンジくらいでめちゃくちゃ面白いな。剣盾も言うほどじゃないぞ。ホップが空気ってのが批判のメインだけどそもそも主人公のお隣さんで一緒に旅立ったキャラってだけで、主人公二人にする以上そのキャラ性がなくなって薄味になるのは仕方ない。ホップをソードかシールドにするって手もありはするけど、ダイパの2番戦士、赤緑の3番戦士だし。剣盾の評判はダンデとソニアが妙なキャラになってたのも理由としては大きいと思う。今のところ SV はそんなキャラがいなくて安心してる。剣盾は冒険してる感が薄いのも原因じゃないかな。メインストーリーは単なるジム巡りで横道なし、ポケスペの醍醐味の一つであるバトルもダイマックス締めとスタジアム縛りで淡白になりがち。ネモが飛び起きたせいでその場でひっくり返ってるパも可愛い。ポケスペってトレーナー漫画とか揶揄されることもあるけどこういうちょっとしたポケモンの描写可愛いんだよな。でもチャンピオンタイムとか言いながらドーピング決めるチャンピオンは見たくない。あの子と遊び終わるまで待つんだでネモちゃん偉すぎってなった。変人処理担当になってるペッパーに笑ってしまう。ペパーのツッコミスキルがめきめき上昇してるのくさ。ペパーくん、ダイパ組とお笑いユニット結成してもろて、みたい。相棒枠になったペパーがリアクションもツッコミも解説もちょっとしたフォローもしてくれることで話がスムーズに入ってきて思って大丈夫に読みやすいな。前教頭に相談した上で握りつぶされたのかな。1話の時から思ってたんだがスペネモってコルニアアスナタイプに似たキャラしてる気がする。ボケるねるけくさ。レースだけに。サングラス食え。ペパーがスターダストに協力してくれるのがより賑やかになって面白い。逆にネルケもスパイス集めに参加してくれないかな。AKA。の意味知って早速 AKA スピード王子名乗るバイオレット草。ネルケがオーブ渡す流れなるほどってなったわ。やっぱこういうアレンジはうまいな。AKA の下りは子供向けに解説したんだろうけど大人でもわからんから助かった。スピード王子なのにここぞ、まで使うの待つ。せっかちではないんだな。レースだってフライングはダメだからな。本家のストーリー濃くなってきてから以降のポケスペって漫画でどう話展開するのかずっと四苦八苦してる印象があったんだけど。SV 編は基本はゲームと同様ちょっとアレンジや補完を加えることで漫画ならではの面白さも感じられるすげえ良い塩梅になってる気がする。まだ5話だから今後どうなるかわからんが。来週の6話でとりあえず一区切り。7話以降ってエブ掲載するんかな。できれば続けてほしいが。コロコロオンラインで途中で連載やめます続きは雑誌買ってねみたいなの見たことないけどどうだろ。ずっと通関版派だったけど SV 編おもろいし久々にコミックス買おうかな。ポケスペならではの番外戦術とトレーナーの技量による打破はいつ見ても面白いね。しかし、BGM 流して相手ポケモンに縛り入れるのはなかなかに個性的な戦法だな。ノリの良い曲で、乗ってしまった手前禁止にしろとは言いづらいのもあるだろう。スピード王子とかまた珍妙な設定の主人公を脱出してきてよ。とか最初は思ってたのにすっかり好きだわバイオレット。スカーレットコイトちゃんも期待できそうでよい。スターダン初戦でブロロロームより小刀をプッシュするの攻めてるな。まあ確かにブロロロームに思い入れがあるのはメロコとオルテガだからそっちでメインにするつもりかな。初戦でブロロロームフォーカスしたら移行空気ってことになりかねないからな。タイミングを見計らってるんだろう。ピーナの、こっちの言い分も聞かずに一方的にそっちの要望を突きつけてくるのってどうなの？ってセリフが生徒会長時代のピーナ自身にブーメランになってるような気がした。アカデミー側からしたらスターダンは明確に、ルールに反してる集団だろうし。その頃のピーナの描写を見たことがないから実際のところはわからないけど。ルールを押し付けることが長所であり短所ってところは自分で言ってるし、自分でもどうかと思ったからこそ相手のことを思んばかってるようで選択肢を潰してるやり方に思うところあるのかな。ペパーをセットにしたのが潤滑油になってていいよね。ロト G がハッキングされる都合上ネル系のツッコミが少からそこにペパーがぬるっと収まってる。アクション描写はゲームと比べたらどうしても演出に限界があるから会話劇強化してきたのいいぞ。
ダンラッシュはあれゲームだから余裕持った時間設定になってるのであってリアルタイムであの時間は相当ハードだと思う。単純計算で20秒で1体だもんな。移動とかも合わせて考えると1体ごとに1パン、2パンぐらいじゃないときついわ。あやとりに付き合わせてるスカーレットさん可愛い可愛いね。SM 剣盾は主人公の設定個性的なのはいいが、ゲームのテーマとはあんまシナジーなかったりして微妙に噛み合ってない感があったんだよな。薬剤師ムーンちゃん好きだけど。SV は個性的でありながら、王子のスピード強、スター弾、家庭環境、ペパー、スカーレットのトレハン、宝探し、とゲームの設定テーマともうまく絡められそうかつ面白くなりそうな主人公設定なのが期待できる。あ、これ録音、それとセリフもピーナ自身が喋って録音してるっていう。なんか、こう、真面目だね。ここら辺の空気感の違いはスターダンへの思い入れそのものだよね。スカーレットさんは今はアカデミーの生徒ではあるんだよな。違うって答えはあの声の配慮って感じでもない気がするし、どういう事情なんだろうか。宝探しに付き合えない学業に参加しないだから通ってないのと一緒だから。誰かとの通信で成績優秀な生徒ということにしたって会話があるから正規の手段で入学したわけじゃなさそうだし、本当の学生じゃないって意味での違うだと思ってた。 AKA の解説聞いて即 AKA スピード王子名乗ったり、ここぞという時にと聞いて今こそここぞっていう王子素直で好き。個人的に王子は歴代主人公の中でも結構好きな方に入ってきてる。スカーレットさんはまだよくわからないが、多分後々ギャックとか窮地でのイケメンっぷりに刺される。ピーナが語る横であくびする王子の演出いいね。いまいち他人に興味がない性格がわかりやすい。今後ペパーたちと関わって他者に目を向けるようになるかね。確かにマジボスの情報って結構重要そうだけど興味なさそうだよね。スカーレットが宝探しに興味ないって言った時、剣盾のジムチャレンジの流れ思い出して不安だったが、実際は他よりもっと本気でやってる人でよかった。剣盾編はローズ会長は悪人にしてはいけないみたいな制約があったっぽいし、いろいろとやりにくかったんかなとは思った。王子ペパー組がスパイスとスターダンやるとして、ジムチャレは誰でやるんだろう。ネモのジムチャレンジ2周目にスカーレットが同行する形になるのかな。ジムチャレンジの動機はどうするんだろ。エリアゼロ入るために桃高さんあたりに認められるのを目的にするとか。ネモに同行してネモがジム戦やってる間にスカーレット別行動トレジャーハントで伝説関連のフラグ立てみたいな感じになるんじゃないかなと思ってる。ネルケとペパーの相性が思ったより良い。やっぱこのアカデミー学費安くないんだろうな。スカーレットさん目つきは鋭いですね。バイオレット赤スピード王子とはどう絡むかな。バイオレットは2章の頃のイエローっぽい感じだな。バトルの経験が少なくパワー不足気味だけど、ひらめきや作戦でそれを補うスタイル。バトル大好きなわけではないが、バトルセンス自体は高い。オープンワールドかつルートが固定されてない SV の自由度がポケスペと相性良い感じはあるな。ピーナ君とスターダン下っ端のいまいち噛み合ってない感じ。最初はいじめられっ子の集まりだったスターダンが、学校をただサボりで行きたくない問題児生徒の集まりになってて、元祖メンバーと価値観合わないってのを感じた。あとピーナ君の元生徒会長時代を感じさせるちょっときつめな発言からの、王子に名前違うって言われてすぐごめんって慌てて謝るあたり、本当根は良い子だとわかる描写が入ってるの。まだスターダンがいじめられていたって情報開示しない代わりにボスは悪人ではないとさりげなく示してくれていて良い。このあたりゲームやった時と同じ感覚で嬉しいな。